こんにちは。日本学術書道会の田村希蘭です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は流動王的です。これは中国宋時代の禅僧覚庵師音が禅の修行過程を分かりやすいように10段階に分けて図説入りで解説した十牛図の第6番に気流気化がありますが、木道が横笛を吹きながら牛に乗って家に帰るところで、流動王的とはこの段階を言います。この牛は我々の本心、自己本来の面目、仏性、真理に例えられ、人は相対的世界に住む我が現実の自己に例えられています。この求むべき牛と求める人とが一体となったのを流動王的、すなわち気流気化で示しました。修行段階もここまで進むと牛の手綱も必要なくなり、牛の背の上でゆらりゆらり揺られながら笛を吹いていても、我々の本心である牛が一人でに気化御座、帰るべき本分の山の家に連れて行ってくれます。相対的差別の世界を超えた自由無限の境界、一人悠々と逍遥する境界であります。それでは今から流動王的を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。